こんにちは、メッセージありがとうございます。これはですね、今日か明日まとめて放送しようと思ったんですけども、先にお話しときますね。私の FX の、2019年今年ですよね、今年の資金の計画っていうのはですね、まず月初に100万円を口座に投じて、で月末に100万円に調整するっていうことをずっと繰り返してきたんですよ。で目標としては100万円を月末までに150万円にするっていう形でした。これ2018年、去年はですね30万を入れてそれを50万にするってことを1年間に繰り返してたんですよ。で結果400万円ぐらいの利益が上がったんですよね。で30万円を50万にするっていうのは結構な月間利回りなんですよね。それをちょっと柔らかくして、でも投入金額を増やして100万円を150万、要するに月利で 50% ぐらいにできないかなっていうふうに計算したのが今年だったんですよ。去年30万を50万にするって言ったら月利で 66% ですからね。だから結構ね、私としてはハードルを下げたつもりだったんですけども、結果的に金額は増やせたかなと思うんですよ。で目標としては年間で浮いたり沈んだりもありますんでね、年間で1000万超えられないかなと思ったんですけども、1月3日に私ね400万ぐらいを暴落急騰でねゲットしたんで、432万ぐらいね、1回というか1日のエントリーでゲットしたんで、これ簡単にいくかなと思ったら、なんかね、後半調子が悪くって、全然鳴かず飛ばずでですね。ですんで、まあ1000万いかずに、800数十万で終わるんではないかなと思います。まあ800万切るかもしれないですけども、まあ切らないように、今後ね、あと残りわずかな時間を過ごして、安全策をとって、もうノーエントリーで800万を守ろうかなみたいなね、そんなね、ずるい考えもありますけども、結果そうなったってことでございます。まあ、まとめますと、そうですね、いくらからそうなったかっていうと、月初の資金を100万円を12回って考えると、1200万なんですよね。だから1200万円を2000万で、決済したという形で、800万前後が、利益として残ったということですよね。ここから 55% の課税されますんで、まあなんか1年間やってきて日本人の平均年収300数十万ですか、あれとトントンぐらいになったかなというところでございます。まあただ FX だけなんでね、私はまあ他のこともやってるんで、まあ、FX で資金が全くなくなっても大丈夫なようにポートフォリオを組んでいたところもあるし、逆に言うと FX ってのは私はね、もうマイナスはないなと思ってるんですよ。FX をやって1年間とか1ヶ月やってみて、まあ1日単位だったらちょっとわかんないですけども、1ヶ月単位で見て FX やってマイナスになるってことは多分今後の人生はないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、でもまあね、油断せずにやっていこうかと思います。結果何が言いたいかっていうと、やっていけばできるようになるってことなのかなっていうふうに私は考えてるんですけどね。はい、ちょっと答え長くなりましたけども、また改めてね、こちらの方は資金計画と資金管理ってものを FX についてお話ししていこうかと思いますので、その時また見てください。では失礼します。